飛べ大を広めライブ、反対望の東京ドームでの熱狂。旧ジャニーズ事務所からの脱退と飛べの台頭。日本のエンターテインメント界において、ジャニーズ事務所からの脱退が相次ぐ中、新たな活動拠点を見つけた多くのタレントが注目を集めています。特に、飛べ、ビび、と呼ばれるエンターテインメント会社は、その中でも際立った存在感を見せつけています。 旧ジャニーズ事務所出身者や新たな才能を輩出する中で、彼らは来年3月に東京ドームでのお披露目ライブを控え、ファンの期待が高まっています。戸べの台頭と退場ラッシュ。ジャニーズ事務所の創業者であるジャニー北川氏の課題問題により、同事務所は厳しい逆風にさらされました。 この影響で事務所は10月17日にスマイルアップへと名称を変更し、タレントたちは新たに設立される会社と個別にエージェント契約を結ぶ方針を取りました。その結果、ジャニーズ事務所からの退所が急増しており、看板タレントたちの挙手が注目を集めています。とべメンバーの躍進。一方で、 戸部は滝沢秀明率いる新しいエンターテインメントの舞台として躍進しています。戸部は注目を集める一因は、10月15日に行われた YouTube 生配信での驚きの発表です。平野志耀さん、神宮寺ゆ太さん、岸優太さんによるユニット、ナンバー I の結成が発表され、その動画はすでに530万回以上視聴されています。 戸部内では新たなビッグイベントが進行中であり、これには旧ジャニーズ事務所出身者も一部参加していると言われています。戸部のオーディションと期待の台を広めライブ、戸部の帯同に伴い新しい才能の発掘が行われています。 来年3月には東京ドームで大を披露目ライブが行われる予定で、ナンバーアイのメンバーだけでなく、三宅健さんや北山博光さんなども出演予定とされています。現在行われているオーディションでは、旧ジャニーズ事務所出身のメンバーも参加しており、彼らの活躍が期待されています。とべメンバーの活動の舞台裏、 飛べメンバーは現在頻繁に目撃されており、その多くは南国ハワイでの出来事です。11月17日に行われた北山博光さんのインスタライブでは、おやすみからというナンバー愛のメンバーの声が聞こえ、11月25日に行われるであろう何か重要な発表に備えてハワイでの撮影が行われた可能性が示唆されています。飛べ大を広めライブの期待。 滝沢秀明氏が自身のツイッターで11月25日の重大発表を告知しスケジュール明けといてください。とファンを興奮させています。これがトべメンバー勢揃いの東京ドームでのライブに関するものである可能性が高く、ファンはその内容に期待を寄せています。飛べの躍進とファンの期待。ジャニーズ事務所を離れ、新たな舞台で輝きを増す飛べ。 その活動はますます広がり、ファンたちは来年3月の東京ドームでの大を広めライブに期待を寄せています。飛べメンバーの新たな挑戦とエンターテインメント界における新たな潮流に注目が集まっています。